俺さ、ずっとさ、サーモンランドさ、ニュース来ると思ってたのよ。あの、ビッグランじゃなくて、バイトチームコンテストの。これだ。揺れてるもんなんかほら。これだ。これで、何かわかるんですよ。ニュースじゃないのか。今回、上位217以上が、金の、あれをもらえますね。で、僕は259個なので、はい、上位 5% 達成いたしました。ありがとうございます。なんだなんだ、こんな、これか。おっ、金のステッカーゲットした。嬉しい。これでもらえるんだね、ステッカーが。あ、マジか。なんだよ。これか。みんな気づいた？なんか、1日経っても全然やらないからさ、なんか俺、クリアできてないのかなと思ったんですよ。そういうことでしたね。よかった。はい、マッチングしました。ドンブラコです。よろしくお願いします。ということで、本日ドンブラコで、サーモンランやっていきたいと思います。バイトチームコンテストが終わったので、まあね、安心して、みんなできるんじゃないでしょうか。もうサーモンのイベント、ビッグランもバイトチームも終わったので、まあ、こっからはフェスだね。フェスが一回やるぐらいか。それ以降はまだ分かってないので、まあ、また楽しみにしましょう。個人的には、もう一回フェスやりたいし、まだやってないのに。ビッグランも面白かったし、いろんなのやりたいっちゃやりたいんですよ。あー、打ち返せない。てか、なんでこの鉄骨の中に入っちゃってるんだ、今。これさ、呼びたいね。こんなところに行っちゃった。やっぱ呼びたいです。こっち来て。もぐらもぐら、こっち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 。もぐら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 。もぐらー、君はずっとこっちに来ないの。おいで。もぐらおいで、はい。もうずっと移動が制限されていた。左だけ入れちゃうかな。ギャッで、もうやだ、今入れに行ったのに、もういろいろ。いろいろ重なった。でも左は倒せた。助けてー。助けてー。助けてー。もう、帰ってきて。どっち？そっち当たんないよ、その。ね、やばい、やばい。助けてー。ずっと、モグラの、浮き輪の時間、初めてこんな長かったかも。今までで一番浮き輪の時間が長かった気がします。これ大丈夫か？これどっから撃たれてんの？プレスさん？あ、プレスさんそれか。プレスさん撃っちゃおう。とりあえず止めて、もう止めて、倒して入れましょう。22個いけるいけるいける、ギリギリいける。これいけるいけるいける。やばい。やばい、あと1個。投げる。あ、もう1人で入れられない。1人で入れられない。どんぶらこ！普通に負けた。いや、浮き輪を蘇らす時間もなかったな。復活時間が遅いからさ。うわぁ。てか、浮き輪の時間がこんな長いこと初めてだったな。マジかぁ。残念ですね。わぁ、下がっていく。もっとやれたでしょ。これ。もっとやれたでしょ。文句！はい、マッチングしました。ドンブラコです。よろしくお願いします。なぜか負けたので。なぜか。まあ、俺が死んじゃって、浮き輪の時間とてもとても長く何もそのできない時間があったってのもありますけども。はい。まあ、いろんな悪いことが重なりましたね。あ、僕が健全ならね、勝てた試合だったんですけど、最後入れる時間とかもね、少なくなっちゃってね。うい、あ、外しちゃった。もうダメだ。向こうがリッター使えるの嬉しいな。ダイバーも正直寄せたいところなんだけど、バイトチームコンテストもさ、一人でやった時が、なんかすごい、なんだろう、難しかった、なんか意思の疎通が取れなくてさ、もちろん寄せた方がさ、強いんですよ、このゲームは。だけど、一人でやっても無理だし、ってのですごい実感したので、惜しいな、それ。こうだよ。教えてあげよう。俺が。やばい。握るんだ。ノルマ22個。これもね、寄せたいやつは寄せれそうだもん、これね。
寄せてるよ。あ、いいね、よきよきよき。寄せて、寄せてるやつは寄せて、後ろから倒して、お尻狙って、君も倒して、うん、本当は、あ、またレーザーだね。うん、スペシャル。倒すか。はい、OK! って行きましょう。でも、頑張れ。でも、やれそうだね。正直、この後ろの、これ倒してほしいですね。頑張れ、頑張れ。ありがとう、ありがとう。言ってくれた。言ってくれた、嬉しい。あれも倒しとこう。ヘビはちょっと邪魔なので。うる、危ね。やべ、足りない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 。足りない、足りない。後ろから投げてくれてる。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。すぐ持っていかないと。あと一個。俺が持って入れまーす。オッケー。オッケー、オッケー。いや、難しいよ。やっぱ寄せないと。どんぶらこう一人でやるのはね、伝説の600ぐらいかな。あ、またバケツだ。バケツはバイトジュームコンテストだったからやりやすかった。これガチマッチでも使おうかなと思ってんだよ、バケツ。振りやすい。スプラ2に比べるとすごい振りやすくなってる気がする。バケツね。結構こうやって曲がるんですよ、バケツって。ほら。ほら。面白いでしょ。面白い武器だと思うんだよね。俺は。みんなは使いづらいかもだけど、最近洗濯機が弱くなっちゃったから、バケットスロッシャー、どうせ2角だし、同じだし、こっちにしようかなって。これどっちの入った？あ、俺の入った。こうやって当てるんだよ、みんな。あ、これ連れてくからね。で、浮き輪の時間できるだけ少ない方がいいので、すぐ蘇らせましょう。はい、さっきの俺もね、すぐ蘇りたかった。そう、過ぎたことだ。でも引きずっちゃうな。オッケーオッケー、プレッサー倒した。プレッサーの取る。上に登る。登っていい？君、戻る？戻ったね。はい。うわ、これ呼びたいな。とりあえずレーザー使おう。あ、味方言ってくれたな。ここに集めたい。ここに集めたい。何もできない、この時間帯。くそ。くそ。何もできない、この時間帯。呼びたいな。引き寄せようか。やられちゃってるけど、戻ってこれないか？それ。わかってる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 もう左見てたらやれたぜ。うわぁ。うわぁ、難しいという、なんか過ぎ去ってったんだけど。過ぎ去、みんなこっち側で倒したいな。あの子戻ってきてくんないかな。時間ないんだよな。だってさ、時間が。足りない。足りるか。持ってきてくれ。あと2個。あはははうわ、これマイナスじゃ、俺下がってくよ、どんどん、ボンブラコ。はい、よろしくお願いします。ドンブラコの、ステージですね。ちょっとカモンとか使っていこうかなと思ってます。よろしくお願いします。ちょっとこのステージだけは寄せたいな。寄せなくても勝てるステージ、まあ、あるんだよ。時知らずじゃなくなんだっけ。ムニエールとかさ、いろいろ、あー、でもこれラッキーですね。ちょっとカモンとかしっかりね、しないと。え、ごめんなさい。もうカモン。助けてん。ありがとう。ありがとう。ありがとう。あ、俺こっからも投げとこう。はい。あ、当たんない。ちょっと待って、これ。上に乗せたいのに。助けて。助けてくれい。助けてくれい。助けてくれい。危ない。これ倒さないと。ついだ、なんか上で待ってるぞ。一人上で待ってやがるぞ。ちょっと倒してくれ。リッターじゃ無理だ。リッターじゃ投げることしか無理だ。俺がこうやって乗せる方を教えてあげよう、みんなに。こうだよ。こうやってんだよ。こうやってんだよ。落ちてるよ、ここ。こうやってやるんですよ。俺に投げてくれたら。切れちゃうよ、んこだよ。そうして、こん。あ、これミスった。これミスったね。こうですね。やばい、次回の、鮭が来る。あー外した！くそ！焦っちゃダメ、焦っちゃダメ。こうやってやって、こう。みんなはどうやってるかわかんないでしょ。ジャンプしながら投げてます、これ。同時押しみたいな感じ。あー戻ってきちゃったーん。ジャンプしながら投げてまーす。こうですね。でも今のは、勢いが足らずでしたね。勢い足らず。こう。
これね、慣れとくとね、別に大した意味もないんですけど、ただ味方に、こうやってやるんだよって、教えてあげることで。俺、ドンブラコの好きなとこ、唯一ここかもしれない。から投げれるよ。あ、で、これを見せつけたことによって、俺がカモンして寄せることができるかな？寄せれそうじゃない？カモンしないこれ。カモンしていいかな？来るものによってはカモンしようかな。カリと。あー、これカモンできないな。よかった、しなくて。恥ずかしくなるところです。まあ、ボム2個乗せちゃおっか。はい。あれかな、届いた。うおー、いいねー。やっぱここにいるのがベストで、みんな。下に行くのもいいけど。ああいうのは倒しに行った方がいいけどさ。もちろんね。これね。ありがとうね。入ってくれてる。まあ、爆弾は寄せるか。できるだけ。こっちの爆弾は別にどうでもいいけど。僕の爆弾は寄せてもいい。やっぱ乱獲するには寄せないと。あ、仲間倒し行っちゃった。これはこれででも勝てそうだ。オッケー。まあ、こう、あ、ナイスナイスナイス。先にやっとかないとね。これは寄せたい。寄せてる間、こういう鮭を倒す。うわーすごい、ゾンビみたい。登ってきた一匹。すごーい。見た？みんな今。初見がジャンプして登ってきた。今のすごいぞ。今のすごいよ。あ、これ倒す。はい。オッケー。はい、オッケー。できるだけ寄せて。うわー、すれ違い。はい。あ、いいね、いいね。今回めちゃくちゃ寄せられてるよ。これがね、バイトチームコンテストでやってた。ごめん、噛んじゃって何も言えてない。バイトチームコンテストはこんな感じでした。これで、259の、ね、ポイント持ってゲットしてね。はい、ナイスです。ありがとうございます。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。あれ、誰か一人いなくなっちゃった、回線。急にいなくなったよ。どこ行っちゃったよ。どこ行ったんだ？どこ行った？どこ行った？ん？いない。あ、しかも下だ。艦長だ、艦長。勝ちたいな。ああ、これはね、行ってもいいやつですね。この金の、鉄球来たので。あ、味方の後ろを守るわ。この仲間の足場を作ってあげるってのはすごい大事で。やべ、インク出ない。倒そっか。死に送ろう。敵球、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 敵球。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。これ全部送ろうか。真ん中の仲間。ただ、リッターだからちょっと厳しそうだな。一回戻ろうか。戻ってあげて、入れて。オッケー、オッケー。考えてることが味方と一緒。で、これ、これは倒したい。オッケー、オッケー、オッケー。ナイス、ナイス、ナイス。味方うまいぞ。すっげえ、三人でも全然戦えちゃうぜ。あれはちょっと倒しときましょう。はい、よろしくー。はい。ちゃんとスペシャル余ってるので、スペシャル使っていきましょう。これはノルマもういけそうなので。はい。あ、味方スペシャル使ってくれたね。じゃあ、よかった。あ、こっちに使えばよかったな。インクね。あ、待って！でかい！デブ！おデブ！悪口言っちゃった。敵に悪口言っちゃった。違う、今体がでかすぎてさ、体がボム入れといた。多分よみがえる。ええちょっと待って、えよみがえんなかった今。よみがえんなかったか。びっくりした。危なかった、今やられると思って自分も。後ろ下がってよかった。ごめんね、鉄球。なんか流れで言っちゃって、なんか体でかくて落ちちゃったことに対してすごい謝るわ。ごめん。なんかごめん。幅がさ、でかくてさ、なんか。ごめん。危なかった。負けそうだったんだよ。ごめんね。ごめん、鉄球さん、ごめん。なんか、逃げ切れないわ。勝ったから嬉しいんだけど、3人で。ちょっと逃げ切らないというか。ごめんね。本当に。ごめん。Thank you.
はい、ということで99個また行きましょう。うわ、同じギアばっか。同じギアばっか出ました。あ、今回新しいギア、スカウターみたいの手に入るみたいで。ね、これ、いいですね。また 1.3 出るか確認しましょう。もう来ないものだと思ってやっているんですけど。お金はたくさん手に入るね。やっぱバイトしてるとお金手に入るからね。とてもとても嬉しいんですけど、ギアのかけらも手に入るんですけど、てかどんくらい溜まったんだろう、ギアのかけら。めっちゃありそうだけどな、こんだけ3枚いったらな。ただギア 1.3 は、一番欲しいのが来てないので、ないなぁ。ないですね。99個開けてるのに。かけらだけが増えていく。あー、同じの2個ついてるけど、同じの2個ついてるんだけど、無視。これもない。1個だけついてるね、同じの。はい。あ、1.1 だ。これがね、どんどん増えていけばいいんですよね。そもそも 1.3 のカプセルないと手に入らないですからね。左下、これで言うと左下だけだもんね、可能性あるとね。まあ、1.2 まで来ることあったんだけど、3ともなると難しい。あ、1.1 だ。惜しいなぁ。惜しいよ。あ、これもあと、1個だけになってる。いろいろギアとかもね、まあ、買えるので、これ昔のギアだよね。スプラトゥーン2のギアなんですけど。わぁ、懐かしい。なんか、いいね。ギアのかけらってどんくらいなったんだろう。すごくね。こんだけ鮭やってる人は、ギアのかけらこんなになるんですよ。好きなギア作れちゃうんですよ。